ジアム広島です。広島対阪神5回戦の模様をお送りいたします。カープタイガースとの一戦です。解説席には達川光雄さん、黒木智弘さん、お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まもなく試合開始となります。マウンド上の先発ピッチャー、ジオ、前の登板では5回を持たずの登板となっています。さあ、前回の屈辱を晴らせるんでしょうか。1回の表、タイガースの攻撃。この回の先頭バッター、立ち上げ。今日の第1球。最初はボール。二球目です。これはまっすぐ。三球目はどうする。ボールカウントが3つになりました。黒木さん、ここは歩かせたくないですね。もうカウント的に振りですけどね、ファーボールだけは避けたいですよ。ボール3つになったが、ストライクが入ります。現在首位のタイガース、今日も勝って連勝を伸ばすでしょうか。次が5球目。フォアボールのランナーを許します。そして次の2番俊介、打席に入ります。最初のボールはバントします。取った。二塁フォースアウト。送りバント、ランナー送れません。松川さん、まさかのバント失敗に終わってしまいましたが、いやー、この選手はね、バントはね、非常にうまい選手なんですがね、まさかでしたね。なるほど、どこかに迷いがあったかもしれません。いやー、さすがにね、迷いがあったんでしょうね。まあ名手であっても油断禁物といったところでしょうか。初球振りません。枠をいっぱいに使ってきます。まっすぐを持ってきました。まっすぐできました。丁寧なピッチングを見せています。さあ何を見せるか。ファーストランナースタートを切った。投球入らない。スチール成功です。今の投球もう一度見てみましょう。この場面でスチールが決まりました。ストレート打ちました。低い打球になりました。セカンドランナーは一気にホームへ。さすがにチャンスに強い。ヒットを打ちます。二塁タッチは完全にアウト。セカンドランナーがホームに帰ってきました。ピッチャーの立ち上がりをうまく見極めましたね。あれ球の投手なんかだと大変ですよね。ただ立ち上がりをうまく攻めることは大事ですからね。そして次の4番新井。第1球。初球しっかり叩いた。ボールを追っていきます。ツーアウトからヒットが出ました。このタイミングはどうか。ツーベース。左中間へのツーベースになりました。打順が変わります。
ブラジル。チャンスの目は広がりました。さあランナー返せるか。松川さん、この対決をどのようにご覧になりますか。このピッチャーをねどう崩すかというのがありますがね。となると甘くなった球を見逃さないというのは一つのポイントですよね。これだけのピッチャーですからね、なかなか打ち崩すのは難しいですよ。さあ攻略することはできるんでしょうか。まずは初球ストライク、コーナーいっぱいに持ってきました。初回からの失点、あとはきっちり抑えたいところなんですが、インコース低めのストライク、ここは追い込んでいます。得点差わずか1点、タイガースがリードしています。今度もまっすぐできました。ここは外してきました。打っていった、ショートです。抑えた。一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。1回の表が終了しています。タイガース1対0先制しました。対しますタイガースの先発ピッチャー、メッセンジャー中5日を置いての登板となります。果たしてどんなピッチングを見せるのか。1回の裏、カープの攻撃、先頭のバッター東出打席に入ります。最初の1球、低めを打って、打球は左へ、ショートフライに終わりました。そしてバッターは2番木村。第1球、まずは簡単にストライクが来ました。2球目はどうでしょう。この球は手が出せないか。これで追い込みました。ストレートを持ってきました。最後はストレートで空を切らせました。これが今の三振です。そして次の3番丸、まず低めに持ってきました。速いボールできました。さあ3球目、これは外れてボール。キャッチャーの要求は外、ここでストライクが入りました。次が5球目、これはストライク。フルカウントまで持ってきた。あっと三振、これでスリーアウトチェンジ。このフォークボールに手が出ませんでした。1回を終了しています。
カープ三者凡退に終わっています。2回の表タイガースの攻撃、先頭のバッター関本バッターボックスに入ります。初球見送っていきます。次の2球目低めに入っています。1対0タイガースがリードしています。3球目ここは見送ります。ここは追い込んでいます。高めのボール球手を出した、フライです。取ってワンアウト、セカンドフライに終わりました。次のバッターに変わります。金本、今日の第一打席に入りました。まずはボールから入りました。2球目です。コーナーへ決まります。3球目はどうする。外のボールに手を出しました。直球で追い込みました。今度は変化球、フルカウント。ああ、よく選びましたよね。ですよね。三振、これが今の三振です。そしてバッターは8番城島、今日の第一打席になります。辰川さん、今日の練習を見ていてバッターの調子が良さそうとおっしゃってましたね。まあ見てますとね、体調はまずまずじゃないでしょうかね。なるほど。初球はどうでしょうか。最初は低めに持ってきました。どう攻めるのか。打ちました。取りました。これで3アウトチェンジ。2回の表終了。タイガース3人で攻撃を終了しています。2回の裏カープの攻撃、対するこの回の先頭栗原打席に入ります。ああ、ヒットがないということでね、ちょっと気になりますけどね。ちょっと気にはしているんですが、まずは初球見送りました。次の2球目変化球決まってワンエンドワン、
アウトコース。痛烈な当たり、抑えた。一塁へ。これはアウトです。サードゴロに終わりました。そして次の5番シマ、まずは変化球から入りました。村本、ボールが続きました。まっすぐできました。バッティングカウントになった。決めてきます。さあ何を見せるか。交代交代、今度もいい当たり。後ろに下がる下がる、抜けた抜けました。右中間、セカンドが中継、ツーベース、右中間へのツーベースになりました。さあそして6番に回ります、石井拓郎。このゲーム最初のバッターボックスになります。初球はどうか。まずは見送りました。2球目はどうか。カーブを投げてきました。同点のランナーがセカンドにいます。高め、やはりチャンスに強い、頼りになります。そして7番天谷、その注目のバッターボックスです。チャンスが訪れました。流れが来ましたよね。はい、ここは得点まで行きたい。どう組み立ててくるか。初球を投げてストライク、自由自在のピッチングを見せます。これは変化球、3球で決めてくるか。見送ります。変化しました。今のは低いボールでした。今度はストレートを持ってきました。左へ行った。ストレート三振。そして8番石原、その注目のバッターボックスです。達川さん、チャンスの場面が1打席目から回ってきました。最初の打席からね、いい状況で回ってきましたからね。ですよね。初球はストレートから入りました。スイングして空振りです。
次のボール注目しましょう。変化球持ってきました。バッテリー1球外してきました。今のはちょっと危ない投球です。ストレートを持ってきました。スリーアウトチェンジ。このピンチ三振に切って取りました。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。2回の表裏終了。カープワンアウト三塁一塁のチャンス。最後は無得点に終わりました。3回の表タイガースの攻撃。この回の先頭バッターメッセンジャー。初球ストライク。得点差わずか1点、タイガースがリードしています。外角低めのストライク、これも外めに行きました。キャッチャーの要求はカットボール。辰川さん、ちょっと際どかったんじゃないですか。今のはバッターがよく見ましたよ。低めの変化球は決まりません。次が5球目。外れています。バッター落ち着いてますね。ですよね。低めのボール打ってセカンドへの打球、一塁へ送ります。アウトです。セカンドゴロに終わっています。この回打順が一巡してきました。桂木、初球は変化球から入りました。ここはストレート。ストレートで2ストライク目を取りました。果たして3球勝負するのか。外、外れてボール。まっすぐ決まった。バットには当たりませんでした。バッター、俊介、バッターボックスに入ります。最初の球は初球ストレートできました。バットに当たりません。1球2球と外へ行きました。外へ変化球持ってきました。ここは外してきました。
これは枠の外、わずかに外れた。辰川さん、ちょっと際どかったんじゃないですか。ええ、今のはよく見ましたね。あっと、スイングアウト三振、スリーアウトチェン。スイングアウトの三振のシーンです。さあ、カープ1点を追いかけます。3回の裏、カープの攻撃。対しますこの回の先頭ジオ、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければなりません。どこから狙うか。まず外から入りました。2球目はどうでしょう。外角低めのストライク、変化球で2ストライク目を取りました。3球で決めてくるか。あっと、3者連続三振。まっすぐの球当てさせませんでした。メッセンジャー、かなりの好投が続いています。これが今の三振です。ここで打順が一巡します。東出、第1球です。初球ストライクを取りました。変化球です。フォークで追い込んでいます。あっと、際どい。次が4球目。これで4者連続。次のバッターに変わります。木村、第1球は初球を投げてストライク、151キロです。次のボールは外、決まった。様子を見ていった。打球は右へ、ファウルボール。さあ、4球目。空振り三振、スリーアウトチェンジ。いやー、黒木さん、見事な変化球で三振を奪いました。今の縦のカーブ、素晴らしい球ですよ。はい、変化球で三振です。各地の途中経過です。まず明治神宮球場、2-0、ジャイアンツがリードしています。そして地方球場です、2-0、ドラゴンズがリードしています。4回の表、タイガースの攻撃。この回はクリーンナップから始まっていきます。鳥谷、取った、一塁へ。これはアウトです。ショートゴロに終わっています。そしてバッターは4番、新井。バッターボックスに入ります。
まずは初球見送りました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。得点差わずか1点、タイガースがリードしています。2球目です。外のボール球を打って取りました。一塁送球アウト。セカンドゴロに倒れました。そしてバッターは5番グラブ。第1球です。初球簡単にストライクを取ります。ストレートできました。さあ3球目、ここは見送ります。厳しいところに決まりました。次が4球目、インコースわずかに外れた。このボール球には手を出しません。当てただけのバッティング。この打球はライト線に上がっています。取りました。3アウトチェンジ。クロスゲームは1球1球に注目です。こうなるとバッテリーとの読み合いになりますよ。4回の裏カープの攻撃、打順はクリーンナップから始まります。丸出塁してチャンスのきっかけを作りたい場面です。初球ストライクを取りました。150キロです。2球目はどう攻める。中へのストライク、枠いっぱいに決めていました。低めインコース、ここは外してきました。変化球打った、取って一塁送ります。これはアウトです。ファーストゴロに終わりました。打順が変わります。栗原、最初からコーナーをついてきます。力いっぱいの速球がコーナーに決まりました。次のボールは前に出る、前に出ます。左方向、前に出る、あっと弾いた、グラブ弾いた、レフトへヒットを打ちました。次のバッターとなります島。最初は外のボール、インコース際どい、微妙なところを攻めてきます。キャッチャーの要求はストレートを打ってファウルになります。外のボール、
った。打球は三遊間へ。二塁はフォースアウト。一塁もアウト。ダブルプレー成功。スリーアウトチェンジ。さて試合は1点差のまま5回に入っていきます。おめでとうございます。5回の表、タイガースの攻撃。バッター関本。何から持ってくるか。ちょっと今のは危ないボール。最初は内から入りました。一球外しました。決まりました。6点差わずか1点、タイガースがリードしています。3球目はどうする。変化球持ってきました。上がっています。ワンアウトです。セカンドフライに倒れました。下位打線に回ります。金本初球はどうか。最初はスライダーできました。次の2球目、高め。次が3球目、外、これはボール。バッティングカウントからの4球目、これは変化しました。アウト、ファーストフライに終わりました。バッター城島。最初は外に持ってきました。バッターこれは振ってしまいました。外のボール球振っていきました。外への変化球外れました。外を続けています。次はストレートできました。鋭い当たり、いったいったいったぞ。入った入った入った。ホームラン、ホームランです。綺麗に捉えた。このマツダズームズームスタジアム広島、ものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。今ホームイン、2対0、1点を追加、2点のリードに変わりました。ただいまのホームラン、もう一度見ていただきましょう。できることならもう少し点差をつけておきたいところでしょう。次のバッターに変わります。メッセンジャー
まず際どいコースから入りました。次のボールは見逃してストライク。あ、山口さん。はい。タイガース情報です。はい、お願いします。さっきのホームランについて話し、変化球を打っていった。低い当たりになった。レフト線ワンバウンドフェア、ヒットになる。打ったバッターは一塁ストップ。次のバッターを迎えます。立ち上げ、最初のボールは初球空振りになりました。ピッチャー、これはしてやったり。2球目です。決めてきます。チェンジアップ打ちました。高いバウンドになりました。今のはファウルになります。あっと、スイングアウト、三振、スリーアウト、チェン。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。5回の表が終了。タイガース1点を追加、2対0リードを広げています。5回の裏、カープの攻撃。対するこの回の先頭、石井拓郎、バッターボックスに入ります。最初は見ていきます。151キロのストレート、どう攻めるのか。勢いのあるストレート、次はどんなボールを持ってくるか。当てただけ、高い打球になりました。取ってワンアウト、ライトフライに終わりました。打順が変わります。甘井、最初の1球、最初のボールを決めました。まっすぐを持ってきました。これで追い込みました。1球様子を見るのか。3球三振、見逃した。そして次の8番石原、打席に入ります。初球はボールになりました。次のボールは外は入っています。コーナーいっぱいに決まった。スリーアウトチェンジ。さて、試合は2点差のまま6回に進んでいきます。
マツダズームズームスタジアム広島は6回の表タイガースの攻撃。打順は2番から始まります。俊介打席に入ります。初球はどうでしょうか。初球は手を出しません。バッテリー1球外してきました。今のはバッターに当たりそうなボールでした。これはストレート。3球目、高めの球、バッティングカウントになったが、ストレート、ファーストへの打球、これはアウトです。ファーストゴロに終わっています。そしてクリーンナップへと続きます。鳥谷バッターボックスに入ります。外から攻めていきます。今度はまっすぐできました。バッターこれは振ってしまいました。低めのボール打った、取りました。一塁に送ります。ナイスフィールディング、守備で好投に応えます。いやー辰川さん、素晴らしい守備を見せてくれました。バッターもね、非常にいい当たりをしたんですけどね、それにしてもよく取りました。こういったプレーがゲームを引き締めていきます。うん、これはしてやられました。まさに達人技でした。まあしょうがないでしょうね、あれだけ難しい打球を掴んだんだから。できながらあっぱれということになるんでしょうか。次のバッターに変わります。新井、どこから攻めるか。初球ストライク、低めを打ってこの打球はファウルになります。様子を見ていった。ああ低めのボール球、低いボールに手が出ました。次の4球目、今度はまっすぐ、さあ何を見せるか。ストレートを打って低い打球になりました。一塁送球、あっとそれた、ちょっとそれた、ショートのエラーがありました。さあ突破口にしていきたい、相手のエラーです。ここは本当に集中力を持って打ってもらいたいですね。はい、もらったチャンスだからと安易に攻めてはいけませんね。ここで一発が出ると試合はさらに面白くなるであろうという場面です。ブラゼル、その注目のバッターボックスです。初球はストレートから入りました。どう攻めるのか。強烈な当たり、あっと弾いた、今拾ったかどうか。一塁へ送ります。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。6回の表が終了しています。タイガース0点で攻撃を終了しました。今日は立ち上がりからコントロールは安定している感じです。ランナーを出したいこの場面、さあここは点を取りに行きます。代打です。松川さん、この場面でトップバッターを変えてきましたね。そうですね、どうしても1本欲しい場面ですからね。
さあこの期待に応えることができるでしょうか。第1球は初球は際どいところに来ました。2球目はどうか、低いところへ決めてきました。カーブで追い込みました。外外れてボール。次が4球目、インコースボール。三者連続の三振、10個目の三振を奪いました。メッセンジャー、いい投球を見せてくれます。打順が変わります。東で打席に入ります。膝元低めのボールで入りました。東で鮮やかな守備を披露してのこのバッターボックスです。低めのボール打ってショートへの当たり、一塁へ。これはアウトになります。ショートゴロに終わりました。そして次の2番木村、第1球です。初球から入れてきました。前進前進します。3打席ぶりのヒットが出ました。丸打席に入ります。まずは初球ストライク、ストライクになったがセーフ、盗塁成功。今の盗塁もう一度見てみましょう。ここでスチール成功、塁を進めました。次のボール注目しましょう。まっすぐ打ちました。ピッチャーの横取った、一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。接戦が続きます。どちらも全く隙ありませんね。展開を読むのが難しい試合ですね。2番手のピッチャーを出してきます。今村、昨日、今日と連投ということになりました。昨日のようなピッチングはできません。7回の表タイガースの攻撃、6番からの打順になります。関本、ダメ押しでそのきっかけを作っていけるんでしょうか。最初の1球は何か、低いボール、まず内へ持ってきました。力強いボールです。得点差は2点、タイガースがリードしています。変化球決まってツーストライクです。ここは追い込んでいます。
変化球外れました。ここは外してきました。ストレート、次が5球目、さあいい当たりだ。今取りました。キャッチャーフライに終わりました。次のバッターに変わります。金本、バッターボックスに入ります。何を投げてくるか。まずはストライク。これはストライク。速いボールで追い込みました。キャッチャーのサインは、外れました。縦のスライダー、アウトコース打って右への打球、ファウルです。さあ6球目はどうする。ドンピシャのタイミング、取って一塁へ、アウト。ショートゴロに倒れました。バッター城島、バッターボックスに入ります。最初は見ていきます。今日はボールがよく走っています。高めに外れました。3球目はどうする。スライダーを投げてきました。次の4球目、あっとスイングアウト、三振、スリーアウトチェン。最後はストレートで球を切らせました。7回の表が終了。タイガース三者凡退に終わっています。タイガース2番手ピッチャー投入です。福原、昨日に続いてのマウンドになります。今日はどうでしょうか。7回の裏カープの攻撃、対しますこの回の先頭栗原。初球は手を出しません。
てボールになりました。ストレート打ちました。高いバウンドになりました。一塁送ります。アウトです。ショートゴロに終わりました。次のバッターに変わります。島。初球簡単にストライクを取ります。2球目はどうでしょう。まっすぐできました。アウトコース、ストライク。さあ4球目、見送ります。さあ何を見せるか。今のはちょっと危ない投球です。今度も落としました。さあフルカウント第6球、低めを打ってライナーになった。今のはファウルになります。この勝負どうなる。できました。今度もショートへのゴロになりました。一塁送球、これはアウトです。ショートゴロに倒れました。そしてバッターは6番石井拓郎。最初のボールは、最初はストライク。まっすぐで決めました。このボールには手が出ません。次のボール注目しましょう。低めのボール球を打っていった。高いバウンドになりました。一塁に送ります。一塁はアウトで、スリーアウトチェンジになります。途中経過参りましょう。神宮球場です。3対2、6回の表に入っています。続いて地方球場です。2対0、6回の表に入っています。さあここで3番手ピッチャーに変えます。岸本、2点差という場面でマウンドに上がります。しっかり抑えてくるんでしょうか。8回の表、タイガースの攻撃。この回の先頭バッター福原、試合を決定づけるには得点が欲しいところです。福原、背番号28。最初のボールを決めました。2対0タイガースがリードしています。次の2球目、今度はインコース、ゾーンいっぱいに投げ込みます。見送った。3球三振。3球でピシャリと抑えます。松川さん、ライダーですね。変えてきましたね。初球ストライクを取りました。2球目です。ストレートを持ってきました。これで追い込みました。
ファウルです。一塁線はファウルになります。次が4球目。ストレートはこれは決まりません。落ちるボール打って三遊間はどうだ。一塁へ、アウト。ショートゴロに終わっています。そしてバッターは2番俊介。まず空振りは当たりません。次のボールは低めのボール、手を出した。中途半端な当たりになりました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあカープ、この後下位打線から始まります。タイガース3番手のピッチャーを送ります。小林博、2点リードでの登板になりました。カープ打線をどう抑えてくるんでしょうか。8回の裏、カープの攻撃、バッター浜井。最初は外に持ってきました。2球目、またフォークボールを見せました。縦のスライダー、一球外しました。今のはボールになります。次が5球目、外、これはボール。ああ、よく選びましたよね。ですよね。ファーボール、ファーボールです。ここは歩かせました。松川さん、変えてきましたね。変えてきましたね。セーフ、一塁はセーフ、ダブルプレイに逃れた。松川さん、代打ですね。変えてきましたね。どこから攻めるか。最初は変化球できました。次のボールは決まりました。際どく攻めるのか。三球三振、アウトが2つになって次のバッターになります。東で打席に入ります。最初の1球、初球は変化球から入りました。どう攻めるのか。今度も落とした。
打った、打球はファーストへ、この打球はファウルになります。さあ何を見せるか、この球は入りません。空振り三振、スリーアウトチェンジ。最後は外のボール、空振りです。8回を終了しています。カープ無得点で攻撃を終了しました。カープ3回目のピッチャー交代です。菊池は2点をリードされての登板となります。タイガース打線をどう抑えてくるんでしょうか。9回の表、タイガースの攻撃。この回、クリーンナップから攻撃となります。鳥谷、ダメ押し点の欲しいこの場面、出塁したいところです。どこから攻めるか。その初球は外のボール。2対0、タイガースがリードしています。ストレートできました。サインはどう出されたのか。できました、取ってアウト、ファーストゴロに倒れました。打順が変わります。新井バッターボックスに入ります。まずはストライク。2球目はどう攻める。打って低い当たりになった、ライトの前ワンバウンドヒット。2本目のヒット、マルチを記録しました。打順が変わります。グラブバッターボックスに入ります。第1球です。初球わずかに外れてボール。2球目、横へ曲げてきました。次が3球目、これはストライク。ここは追い込んでいます。低めのボール打った、抑えた。二塁フォースアウト、一塁転送間に合うか。一塁はセーフ、セーフです。ダブルプレーはなりません。さあホームランの欲しい場面、タイガースファーストに代走を送ります。山田塁についています。ツーアウトで次のバッターを迎えます。関本打席に入ります。最初から際どいコースを狙ってきました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。2球目はどうか、低めの球、内いっぱいに入っていました。次の配球は、打っていった、今度もピッチャーへの打球です。ファーストランナーは2塁に止まります。センターへのヒットになりました。さあつなぎました。金本ワンヒットでダメ押しという場面でバッターボックスとなります。打球はセカンドへ、一塁送球、一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。9回の表を終了、タイガースランナー2人残塁です。タイガースこの場面で4番手のピッチャーとなります。藤川、ここまでのセーブの数が10となっています。さあストッパーと打線の対決、注目しましょう。
9回の裏最後の攻撃になりました。対するこの回の先頭木村、なんとしても出塁したい最終回です。最初のボールは行きました、ファーストへの打球、ノーアウトからヒットが出ました。次のバッターを迎えます。まだ7打席ですけどね、ヒットはないんですよね。はい、ここはヒットにしていきたい、本人が一番思っているでしょう。最初はフォークから入りました。2球目です。まっすぐ打ちました、打球はファーストへ、取ってそのままキャンバスを踏んでアウトになります。まあ今日もねノイトでしたね。はい、次のゲームにも期待しましょう。ファーストゴロに終わっています。ファンの期待にどうしても応えたい栗原、その注目のバッターボックスです。何を投げてくるか、最初のボールを決めました。どう攻めるのか、高めのインコース、大きく落ちる球を持ってきました。バッティングカウントになった、決めてきます。次が5球目、見逃し、際どいコース決まりました。打順が変わります。相澤、ランナーを返したいこのバッターボックスになります。最後のバッターにするのか、あっとキャッチャーこぼしました。今拾ったかどうか、パスボールになりました。速いボール持ってきました。それで終わるか、ここは落とします。ガーッと空振り三振、試合終了。今日の試合は2-0タイガースが制しました。タイガース今日も勝って3連勝です。メッセンジャー、これで今シーズンの勝ち星を2としています。藤川、結局無失点、セーブを挙げています。投手リレーで完璧に抑えています。勝利監督インタビューが始まっています。広島対阪神5回戦の模様をご覧いただいてまいりました。解説は辰川光雄さん、そして黒木智弘さんでお送りしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。